今日は晴れましたね。今日は晴れましたね。よかったね、晴れて。本当によかったと思います、晴れて。明日はまだ天気が悪い気がするけど、どうなんだろう、わかんないけど。犬のアバターの方、ハートギフトありがとうございます。ね、なんか今日一日だけ晴れてたっぽいから、また明日天気が悪くなる予感がしますけれども、そうなったらちょっと怖いね。でも明日天気絶対悪くなると思う、そういう予感がします。はい、とてもありがとうございます。犬のアバターの方、かわいいギフトありがとうございます。そう、今日はちょっと天気が良くてめっちゃ洗濯しました。一気に溜まってたやつ。でも明日からまた連日天気悪くなるらしいから、もうなんかそれに怯えてます。今は天気が悪いの本当に嫌いだから。そうです、いやー、そうなんです。カープ大変なんですよ本当に。まあだけど、いやーね、私の好きな、一番大好きな応援してる球団なので、選手の皆さんが何事もなく回復してくれるのを私はすごく願っています。もうなんか正直試合の順位とかどうでもいいって言ったらあれだけど、なんかそれよりもとにかく今は選手のみんなが、皆さんが元気になってほしい方がありますね。やっぱり元気だからこそ試合ができるから、本当に私は今はもうそれしかないですね。元気があれば何でもできるっていうけど、本当にそうだと思います。元気さえあればね、何でもできますよね。ね、だから本当に今は何事もなく回復してくださったらいいなっていう気持ちでしかない、祈るような気持ちで毎日今、正直ね、心が痛いですけど、なんかもうね、本当になんか前の世界に戻ってほしい、毎日思うけどね。もうでも1年以上マスクとかさつけた生活をしててさ、たまに昔の映像を見てさ、すごい観客キツキツな中でさやってる試合とか、アイドルのコンサートもすごいキツキツの中やってるコンサートとか見るとさ、って思うよね。なんか大丈夫って思う気持ちになるぐらい、もうこの生活に慣れちゃってね、すごいよね。いい時代だったなって思う。だからずっと、メロンのアバターの方、ハートギフトありがとうございます。いや本当にそうなんですよね。私のアバターの方、ハートギフトありがとうございます。ね、私のアバターの方、ハートギフトありがとうございます。ね、本当にね、そう思います。以前のように戻ると信じてる。いや本当に私も信じている。いい時代よね本当。私のアバターの方、ハートたくさんありがとうございます。やっぱ送ろうと思ってたメール送りそびれてる。後で送ろう。
ポッキーのアバターの方、なんだっけ、レインボースターありがとうございます。私のアバターの方、ハートギフトありがとうございます。犬のアバターの方、クローバーありがとうございます。おつまこのアバターの方、レインボースターありがとうございます。犬のアバターの方、ハートギフトたくさんありがとうございます。うんね、本当にそう思うけど、やっぱりいつかなくなると信じて、このコロナが頑張りましょう。こんばんは、こんばんは、みんな。こんばんは、こんばんは。あっという間ですね、なんか1週間経つのってほんと早いんだね。最近もう早いしか語彙力がないんじゃないかっていうぐらい毎日早いしか言ってないけど、本当にもう1週間終わっちゃった。来週からじゃない、もう来週になっちゃうし、びっくりした。もう早いね。最終週かな、ちゃんと1週間ある。5月はもう最終週ということで、ああ早いね。もう6月に来ちゃいますね。6月も言ってる間にすぐ終わるんだろうな。6月が終わったらもう半年経ちますもんね、2021。怖っ。女の子のアバターの方、ハートギフトありがとうございます。恐怖さえ感じる速さで日々が過ぎていく。土日に予定がないと暇すぎて解けそう。まあね、でも最近はネットフリックスとかも充実してるから見るしかないですね。あ、ハート100個投げてありがとうございます。そうだよね、毎週のようにトーク会とか握手会があったファンの人からしたらね、なんか暇だなって思っちゃいそうですよね。私もそうですけど、土日はトーク会があるイメージだから。まあでもね、しょうがないね。私のアバターの方、クローバーありがとうございます。私のアバターの方、リップありがとうございます。まあショールームとかやるので、それでどうにか楽しんでください。楽しんでくださいっていうか、楽しんでください。私にできることはショールームしかない、今。会えない分私がもうその場で動いてるのを見せるのはショールームしかないですね。今の時代にパソコンが発達しててよかった。確かにそうですよね。それはそう。あ、モチベが上がります。ありがとうございます。さんが配信してくれるので、そうですね。あー、みんなカープのことね。カープのことはもうちょっと話しちゃった、5分前に。まあでもね、どう思うこう思うもないですよ。とにかく健康に回復してくれるの待つだけです。私は毎日願ってる、それを。本当にそれだけ。そうですね、です、そうなんです、非常にそうなんです、とてもそうなんです。だった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 。今日は何話そうかな。次はやるときまで健康でいます。健康でいてください。
さんはさんめっちゃ元気です、この通り。みんなも元気で過ごしてください。毎日低気圧にやられてるぐらいですね、連日。車洗車したら手がふやけてる。あーあー車ね、たまになんかちっちゃい頃お父さんの車を洗うの手伝ったりしたけど、大変よね。あれ楽しくないですか、なんか一回ぐらいしか入ったことないけど、ガソリンスタンドとかのブーンっていうやつ、あれさ、もし途中でさ窓開けたらさどうなるんだろう、窓というかなんていうの、ドア水まみれになるのかな、面白い。私のアバターの方、ハートリフトありがとうございます。洗車機みたいなやつ、めっちゃでっかいスポンジみたいなのが両サイドについてて車ごと入るやつ、あれ途中でさ開けたら、あれすごくない？あれ楽しいよね。あれやるときにさ中に入ってるの楽しくないですか。そう、あれを中から見るのめっちゃ楽しい。プリンのアバターの方、かわいい人ありがとうございます。そんなたくさん入ったことないけど、数えるほどしか入ったことないからわかんないけどね。楽しそうだなって思った。思ってた。ね、ガソリンスタンドってさすごいよね、なんかすごいよね、あの機械すごいですね。はい、はい、昨日やっと電気ストーブ片付けた。遅いね、私なんかもうエアコン入れてるのに。すごいね、もう夜暑くて寝れないぐらいです最近。もう暑いね。そろそろセミが鳴き始めるかな、もうちょっと先か。セミって梅雨が明けてから鳴き始めるんだっけ。そろそろセミ鳴く気がしますね。もうなんかなんだろう、季節感覚がバグりすぎてもちょっとわかんないんですけど、なんかまだ5月なんですよね。もうなんか梅雨入って毎日雨降ってるから、今はなんかこう6月だっていう気持ちになんか勝手に脳がなんだろうな、脳が6月っていう気持ちになっちゃって、今は6月なんだって思うから、あーそろそろセミ鳴き始めるなとか思ったけど、よく考えたら全然5月だった。だからもうちょっと怖い、なんか梅雨が早く来すぎて頭が騙されてる。テロップが出た、783日、ありがとうございます。そうほんとなんか騙される、脳がもう騙されてるの、6月ってほんとにやばいよね。ああいや分かってるんですけど分かるんだけど、もうなんか感覚がバグるんですよ、季節がおかしすぎて。梅雨なんか5月になることめったないじゃないですか。だからね、私のアバターの方、いいねありがとうございます。めっちゃ画面眩しい、やだ、暗くなってよ。覆ったら暗くなるかな、眩しい。そうなのよ、梅雨はやですね。今日
今日は何時までやるかというと、何時までやるか全然決めてないです。話が終わったやめる。そう、トトロ見たい、めっちゃトトロ見たい、トトロ見たいねん、トトロ、トトロ、早く愛知県にトトロできないかな。はいよはいよ、早くトトロを見たいな。なんかね、やばい、すごい眠たくなってきた、急に、ごめんなさい。ご飯食べてめっちゃ眠たくなってきた。うん、どうしたって消せない、眠たい、あー眠たい、眠たい、とっても眠たいです。困ったものだ、困ったもんですね。梅雨は眠いものです。困ったことに、困ったことに、動き出した車輪、君が乗っているのに、おおむねすみょう、明日雨降りませんように。僕は間に合わなかった。温泉行きたいな。温泉もね、このご時世だからなかなかね。今から寝たとしたら何時に、何時に起きますかね。でも最近死ぬほど寝れるからな。今寝たとしたら何時に起きるだろうね、9時ぐらいじゃないですかね。12時間は寝れると思う、わかんないけど。なんか目覚まし一切かけずにパッて勝手に目が覚める時間ってあるじゃないですか。例えば6時間睡眠とか8時間睡眠はやっぱりなんだろうな、目覚ましをかけないとさ起きれないけどさ、目覚ましをかけずにさ勝手に起きる時間ってあるじゃないですかね、過ぎて。それってみんな何時間ですか？私は10時間とか12時間ぐらいは目覚ましかけなかったら寝れてますね。それでなんか起きて、あ10時間とか12時間寝たって思いますね。それぐらいは全然寝れる、ぶっ通しで。そう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 、そうですね。全然ね、寝れますね。だから多分今何もアラームかけずに寝たら
朝の9時ぐらいまでは寝れると思う。私は目閉じたら朝の9時だと思う。目覚ましかけなかったら大体そんな感じ、もう寝れるだけ寝るみたいな感じになりますのでね。私はみんなは5時間ぐらいで目が覚める。年取るとそんなに寝る。そっか、私はもうまだまだ若いですね。全然寝れるっていうか、もう基本のすごい、なんか人によってあるじゃないですか、6時間睡眠がちょうどいい、寝すぎないし寝すぎて体だるくならないし睡眠不足でもないしっていうベスト、私は8時間ですね。小学校の時から8時間ですね。8時間寝たらめっちゃちょうどいい。8時間以上寝たら逆に寝すぎて頭が痛いし、8時間以下だったらうんっていう気持ちになる、朝起きた時にそう、8時間以下だとね目覚めめっちゃ悪いけど、ほぼ毎日8時間以下。最近は6時間ぐらいしか寝れない結局。ね、むしろあんま寝なくても大丈夫。誰だったっけな、誰が言ってたんだっけな、誰かもね3時間4時間、誰だっけなメンバーの中で誰かね、それ多分ショートスリーパーだよって誰かと話した、めっちゃ最近誰かと話した。そう、睡眠時間の話になってね、そうすごい短い時間を言って、私だったらありえないぐらい、仮眠ぐらい、私の確か4時間ぐらいだったと思う、3、4時間ぐらいがで全然大丈夫みたいな、メンバーが誰かいてね、4時間ぐらい、めっちゃ短いって言ってね、そう逆に全然そんぐらいで足りるってね、でちょっと信じられなかったけど、5、6時間、いや5時間はちょっと少なすぎる。だって1日って24時間あるんですよ。24時間って24時間よ当たり前か。24時間ってさ、12時間が2個よ。だから12時間寝てもさ12時間残ってるじゃないですか、1日にね。12時間の中の5時間しか寝なかったら、あ違う、24時間の中の5時間しか、ね、寝てなかったら残り19時間も起きてなきゃいけないんで、そんなのやだ。12時間寝ても12時間起きて、ん ?12 時間起き、寝ても12時間起きなきゃいけないのに。そうそうそう。ちょっと信じられないですね。当たり前のことしか言ってない気がする、今すごい。自分で感じたけど。うん。全部当たり前のことなんですけど、そう思った。そうそうそうね、だからショートスリーパーの人ってすごいなって思いますね。すっごい思いました。うん、寝てたいってわけじゃないんですね。寝てたいとは一言も言ってないんですけど、なんというかね、すごいなって思ったって話。私は8時間あれば全然大事、8時間がちょうどいいですね。寝てる間に楽しいことがあると思うと寝たくなくなる。うん、確かに。そうなんだよ。あ、ツイッターフォロワー8000人ありがとうございます。昨日ね、昨日そうそうそうなんです。じゃあ今日はね8時40分ぐらいですかね、あと5分10分やったら終わりにしたいと思います。メンバーの夢見たら好き最近めちゃめちゃ夢見るんだよね。もう夢で目が覚める経験が多い最近。めっちゃ目覚ましかけてないのに夢で起きるんですよ、本当に。夢で起きて
それで目が覚めてまた寝てまた夢見てみたいな、めちゃくちゃ目覚める夢で、なんかそう、私のアバターの方ハートギフトありがとうございます。枕変わっても寝る、全寝れますね。私のアバターの方ハート100個とかありがとうございます。全然なんだろうな、ホテルとかの枕全然寝れますね。寝れない人いますよね。そうホテルとかのになると寝れないみたいな、そうお仕事とかでね、トーク会とかで泊まりとかになった時でも全然寝れる。でも硬い枕は好きじゃないですね。そう普通に柔らかいのだったら寝れますね、割と何でも。けどなんか雑魚寝とかはすごいできないタイプですね。ちゃんと布団がないと無理だな。そうそうそうね、枕どうこうというよりベッドがあれば、ベッドって布団があれば寝れますね。床とかで寝てくださいって言われたら本当にちょっとそれは寝れないね。そんな風にどこでもは寝れないですね。そう。お風呂入らなくても寝る。いやーなんかお風呂に入らない状態でベッドに入るのはすっごい好きじゃないですね。めっちゃ嫌だ。めっちゃ嫌ですね。2回くらいの間寝たりし、寝てましたね、そういう時は。そうですね。でもなんか SK 入っていつかな、もうなんか死ぬほど疲れる時期ってあるじゃないですか。例えば立て続けにリハーサルが入ってたりとか、新しい公演を覚えるとかね、公演がコロナの前は公演が何日か重なっててシンポジーが続くとか、そういう感じで本当に疲労がピーク中ピークの時はパタンって寝ちゃった時ありましたね。もう本当にもう動けないぐらい体力使ってもう覚えてない。でも1回か2回しかないですね。そうもう玄関入ってもうご飯食べる元気もない、もうとにかく疲れまくってそのままコンタクトだけ外して死んだように寝る時はありましたけど、最近はないですね。でも本当1回か2回ぐらいしかないです、その経験は。でも入って間もない頃ぐらいだったと思いますけども、そういうのは今は全然ない。ちゃんとお風呂入りますけど、そう毎日アイドルだから寝落ちがそれはないですね。ちゃんとショールームはやってから寝ますね。でもクマかな、クマのアバターの方ハートギフトありがとうございます。そうね、寝落ちはないな。まあでも毎日アイドルもまあなんだろうね、別に義務で続けてるわけじゃないから、まあ落ちたら落ちたでっていう気持ちではいますね。私これもう無理に続けてるわけじゃないので、ショールームの毎日アイドルこう日数に縛られずにたまたま毎日やってるだけで、そう絶対に続けないといけないっていうなんかこうあの基準みたいなのはないので、1年は絶対に続けようって思ったらいつの間にか2年経ってたっていう話なのでまあ私はもうここまで頑張ってたらもういつか寝落ちしたりとかしても自分を許してあげたいなとは思いますね。1年間は死ぬ気で絶対にクリアしようっていう目標を達成して、その上さらにもう1年プラスして2年間達すもういったので、これはちょっと計算外だったですのでねまあそういつか寝落ちとかしてもその時はあんまり自分を責めずに褒めてあげようかなって思いますけど、
お花のアバターの方、ハートギフトありがとうございます。すごいね、みんなお風呂にスマホを持ち込むか気になる。持ち込まない。あ、持ち込む。ラジオを聞きますね。お風呂を入ってる時は毎日ラジオを聞きます。ラジオを聞きながら入りますね。中に持ち込むっていうよりかは、そのなんかお風呂に浸かりながら触るとかはなくて、お風呂場に持って行ってラジオを流しながら体を洗ったりお風呂に浸かったりします。犬のアバターの方、ハートギフトありがとうございます。犬のアバターの方、いいねギフトありがとうございます。2年も続けているのですか、すごい。もう2年とどれぐらい経つかな。2年1ヶ月ぐらいですね。そう常にラジオ聞いてますね。夜はラジオの方が多いかな。そうですね、基本的にラジオってすごいですよね。なんかやっぱり耳だけで聞こえるからすごい。最大にしますけど、音は水とか流すので、やっぱりそう最大限にしてラジコでいろんなラジオを聞きます。広島のラジオとか、いつも聞いてるラジオとか、 SK のラジオ聞くこともあるし、いろいろね聞きます。ラジオ聞いて、そうですね、結構なんかすごいのぼせちゃう体質だから、時間をちゃんと考えないとあれになるんですよ。のぼせちゃうから、30分番組とかを1本聞き終わるまでに上がろうっていうのを目標にして、前よく聞いてるラジオとかだと、コーナー、このコーナーで あと10分ぐらいで番組終わっちゃうってなったらすごいもう急ぐし、そう、だいたいその30分番組が終わるまでには上がるっていうのを目標にしたら、まあのぼせずいい感じですね。あ、ラジオといえば明日楽しみにしてるよ。そう、明日は CBC ラジオさんのラジオのお知らせがそういっぱいあるんですよ。私のアバターの方、可愛い人ありがとうございます。そう明日は CBC ラジオの観覧車へようこそっていうのが20時半からあります。そして、その週の5月の29日は SK48 の、東海ラジオさんで、明日の24日は CBC ラジオさんで観覧車へようこそっていう番組が20時半からあって、5月の29日は東海ラジオさんの 1+1+1 は3じゃないよの石川カノン卒業スペシャルということで、私とさやちゃんとキャサの3人でキャサの最後 の生放送をしますので、そう、ついこの間さやちゃんも私も3じゃないよ出させていただいたばっかりなんですけど、今回はまた出れますので、そう、メンバーはキャさんが選んでくれて、キャさんがふさんとさえちゃんとやりたいよって言ってくれたので、また出ることができますので、うん、なのでキャさん最後なのでね、そう、キャさんの最後いい素敵なラジオになるようにしたいなって思いますね。その後はね、6月2日に東海ラジオさんで 1+1 は2じゃないよっていうラジオがえなちゃんとあります。これは21時半からです。そう、3連続でねラジオってありますので、楽しみに聞いてくださいね皆さん。ブリンのアバターの方、アイスありがとうございます。ハート持ったアバターの方、レインボースターありがとうございます。サキさんも明日のある観覧車へようこそっていう CBC ラジオさんのやつもサキさんの卒業スペシャルなんですよ。サキさんが最後観覧車出るのが最後で、その最後の回に私とルカさんが出ますのでね、それもサキさんの最後のラジオに一緒にできるのがすごい嬉しいので、ぜひ聞いてください。本当に犬のアバターの方、ハートギフトありがとうございます。そう、
卒業スペシャル2本と普通にえなちゃんとやりますね。本当に嬉しいです。観覧車は私 SKE 入ってから2年間1回も出たことなくて初めてだったからそれもすごい嬉しいし、初めてがさきさんの卒業スペシャルに立ち会わせてもらうことができて嬉しかったですね。やっぱ6期生さん2人なので、ルカさんがゴンドラマスターっていう MC の役割なんですけど、6期生さんはやっぱりたくさんすごい上手だから、たくさん、ふさんはもうなんか6期生さんを前にするとちょっとしっかりできなくなっちゃうんですよ。なんかもうしっかりしすぎて、2人とも年下なんですけど、もうなんかやばかったと思うすごいなんか妹気分になっちゃうんですよね。気が上だから、なんだろうな、しっかりしてるから、そうだから甘えさせていただきましただから楽しんで聞いてください。そう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 、うん、2人とも年下です。てか K2 の人ほとんど年下、まあその中でも年上のメンバーが多いチームではあるんだけど、そうチーム S とかに昇格してたら多分上から、2、3番目とか 2はないな、年上のメンバーがランランさんとピオスさんと次がフさんぐらいになるのかな、多分 S とかに入ってたら3番目ぐらいだったと思うんですけどね。そう K2 はこれでもまだ年上の先輩が多い方のチームではあるけれども、でもほとんど年下ですけれども、でもあんまりもうそこは考えてないですね。もうなんかもうなんか年、私だから逆にさ、なんか年下の年上の後輩になるじゃないですか、先輩からしたら。そう年は上だけど後輩っていう、なんかそう気持ち悪い感じになっちゃうと思うじゃないですか。そうだからもういいやと思って、もうなんかなんだろうな、基本なんて言ったらいいんだろう、私のプレーンな状態がすごい精神年齢幼いから、もう聞からずもうなんかそのまま言おうと思って、そしたらもうなんか年齢関係なくさ、年下ってなんか脳が錯覚してもらえばもうそのままでいいやと思って、そう年上の後輩ってなんか先輩にとってもすごいなんかね、なんか変な気持ちになると思うから、もう年も下だとそのまま思ってもらって大丈夫。だからもうね、そのスタンスでいこうと思います。だから楽しみなので、明日も、楽しみにしていてくださいね。そうよろしくお願いいたします。嬉しい、ラジオ好きだから、また広島のラジオにも出たいな、いろいろ広島のラジオもいろいろ出たいのいっぱいありますね。そうそうそう、本当に夜はずっとラジオ聞いてるからね、寝る時も聞いてる、基本夜はラジオですね。うん、本当にオールナイトニッポンに本当に私出たくて、本当に MSK 始まったじゃないですか、オールナイトニッポン、オールナイトニッポンも毎日聞いてるから、本当にオールナイトニッポン本当に出たい。月1回しかない SKE ですけどね、ね、なかなか、しかも私はもう全然あれ難しいかもしれないけど、でも誰よりもラジオ聞いてる自負はあるから、本当に出たい出たいですね。眠いかな、わかんない、いつかできるように頑張りたいですね。うんね、東京 FM さんでいつかラジオをしたいですね。コーナーとか持てるような人になれるように頑張りたいと思います。うん、
そう、深夜3時からなんですけどね。夢が膨らむわ。あ、待って、もう9時になっちゃう。そろそろ終わりにしたいと思います。ありがとう、みんな。今日も楽しかったです。ありがとうございます、皆さん。とても。明日もまたやるので、聞いてください。お願いしまーす。ゆる ゆるくてすみませんね。いや、もう1時間ぐらいやったよね、多分。なんだかんだ、こんなにやるあれじゃなかったんだけど、20分ぐらいにしようかなって思ったんだけど、眠いから。いっぱいやっちゃった。バイバーイ。あ、もうね、ブログ上がるんじゃないかな。ね、9時までには、どうだろうね。9時半までには絶対上がると思う。今日は早めに送ったので。広めてねー。バイバーイ。